1959年に NASA のロケットで 88km の高さまで飛行したアカゲザルのサム1960年代に初の有人宇宙飛行が行われる以前、科学者が宇宙飛行の生物に対する影響を調査するために動物の宇宙への打ち上げが何度か行われ、その中にはサルも含まれる。本項目ではそのような宇宙に行ったサルについて述べる。アメリカでは 主に1948年から1961年に霊長類を乗せた宇宙飛行が何度か行われ、その後1969年と1985年に1回ずつ行われた。フランスでは1967年に2回の猿の宇宙飛行が行われた。ソ連及びロシアでは1983年と1996年に猿が打ち上げられた。 これらの打ち上げのほとんどで、猿は打ち上げ前に抹酔された。全世界でこれまでに32匹の猿が宇宙飛行に参加した。同一の個体が2回以上宇宙飛行を行った例はない。予備要員の猿も準備されていたが、それらは使用されなかった。使用された種は赤毛猿、カニクイ猿、リス猿、ブタオ猿、チンパンジーなどである。 宇宙飛行前のチンパンジーハム打ち上げ準備中のチンパンジーイーノス初めて宇宙飛行を行った霊長類は赤毛猿のアルバートである。1948年6月11日に V-2 ロケットで打ち上げられ高度 63km まで達したが飛行中に窒息死した。続いて1949年6月14日にアルバート2が V-2 ロケットにより打ち上げられた。最高高度は 134km に達し、宇宙空間の加減とされる高度 100km のカーマンラインを超えた最初の霊長類となった。アルバート2は宇宙空間からは生還できたが、パラシュートの展開に失敗し、地表に激突して死亡した。1949年9月16日に打ち上げられたアルバート3は、 高度3万5千フィートで V2 ロケットの爆発により死亡した。1949年12月12日に行われたアルバート4の打ち上げが最後の V-2 ロケットによる猿の打ち上げとなった。この飛行は高度 130.6km に達したがパラシュートの障害により地表に激突しアルバート4は死亡した。アルバート3のミカニクイザルで それ以外は赤毛猿である。その後の猿の打ち上げはエアロビーロケットによって行われた。1951年4月18日にアルバート V と呼ばれる猿が打ち上げられたがパラシュートの故障により死亡した。1951年9月20日に打ち上げられたヨリックまたはアルバート6と呼ばれる猿は11匹のマウスと共に 高度23万6000フィートに達し、生きて帰還した。ヨリックは初の宇宙飛行から生還した霊長類となった。ヨリックは着陸の2時間後に死亡し、生還した2匹のマウスも着陸後に死亡した。これらは密封されたカプセルの中が日射によって高温となり、回収隊が到着するまでそのままにされたことによるものと考えられている。 アルバート6の飛行高度は、米国が宇宙飛行と定義した50マイルは超えていたが、宇宙の国際的な定義である1 0 0トルを下回っていた。1952年5月21日に2匹のカニクイザルパトリシアとマイクが打ち上げられて生還し、その後も長年にわたり生き残った。ただし、この時の飛行高度は36マイルだった。 1958年12月13日、ディスザルのゴードが、米陸軍のジュピター AM-13 ロケットで打ち上げられた。ゴードは 500km に達し、生きて地球に戻ってきたが、カプセルのパラシュートの故障により南大西洋の海面に激突した。ゴードの乗ったカプセルは、行方不明となり、その後の捜索でも発見できなかったが、ゴードは、 激突時に死亡したものとみられる。国立航空宇宙博物館に展示されているエーブルの遺体1959年5月28日、ジュピター AM-18 ロケットで赤ゲザルのエーブルトリスザルのベーカーが打ち上げられた。2匹を乗せたロケットの速度は 16000km 毎時、加速度は 38G に達した。2匹は生還したが、 エーブルは6月1日に行われた埋め込んだ電極を除去する手術を受ける際の麻酔への反応により死亡した。ベーカーは宇宙飛行とその後の医療処置を乗り切った最初の猿となった。ベーカーは1984年11月29日に27歳で亡くなりアラバマ州ハンツビルのアメリカ宇宙ロケットセンターの敷地に埋葬されている。エイブルの遺体は保存され、 現在、国立航空宇宙博物館に展示されている。2匹の名前は、1943年から1955年までの、米軍のフォネティックコードから取られた。1959年12月4日、マーキュリー計画の一環として、リトルー2号で赤毛猿のサムが打ち上げられ、53マイルの高さに達した。続けて、1960年一月十一日に、 リトルジョー1バイト号で赤ゲザルのミスサムが打ち上げられた。これは脱出ロケットの試験のためのもので、飛行高度は8マイルだった。マーキュリー計画では初めてチンパンジーが打ち上げられた。1961年1月31日に、マーキュリーレッドストーム2号でハムが、1961年11月29日に、マーキュリーアトラス5号でイーノスが打ち上げられた。 なお、サムはテキサス州のブルックス空軍基地にある宇宙医療部の略称から、ハムはニューメキシコ州のホロマン空軍基地にあるホロマン宇宙医療センターの略称から取られたものである。1961年11月10日、ディスザルのゴライアスがアトラスロケットで打ち上げられたが、ロケットの爆発により死亡した。1961年12月20日、 スキャットバックと呼ばれる赤毛猿が純軌道飛行を行ったが着水後に行方不明となった。バイオサテライト計画の一環で豚ザ猿のボニーがバイオサテライト3号により打ち上げられた。ボニーは1969年6月29日から7月8日まで宇宙に滞在し、初の複数日に及ぶ霊長類の宇宙飛行となった。 ボーニーは着陸の当日に死亡した。スペースシャトルのフライト STS-51B では、ナンバー3165とナンバー384から80と呼ばれた2匹のリスザルが登場した。2匹は1985年4月29日から5月6日まで宇宙に滞在した。フランスは1967年3月7日に、 ベスタロケットでマルティーヌという名前の豚オザルを同年3月13日にピエレットという名前の豚オザルを打ち上げた。マルティーヌは国際的な定義による宇宙に達して生還した後数時間以上生き延びた最初のモンキーだった。ソ連及びロシアの宇宙計画では1980年代、1990年代のビオン衛星計画でサルが打ち上げられた。 すべて赤毛猿であり、猿の名前は頭文字がロシア文字の順番となっていた。いずれも生還したが、1996年に行われた飛行で、帰還後の措置により1匹が死亡し、以降の計画はキャンセルされた。ソ連の宇宙計画で打ち上げられた。最初の猿は、ビオン6号で打ち上げられたアブレックとビオンだった。 2匹は1983年12月14日から1983年12月20日まで宇宙に滞在した。次のビオン7号でバーニーとゴーディが打ち上げられ、1985年7月10日から1985年7月17日まで滞在した。ビオン8号でドラヤマと ユーラ社が打ち上げられ、1987年9月29日から1987年10月12日まで滞在した。帰還後、ドラヤマは、キューバの指導者、フィデルカストロに送られた。ビオン9号でザックニアとザビアカが打ち上げられ、1989年9月15日から1989年9月28日まで滞在した。2匹は、 13日17時間の猿の最長宇宙滞在時間を記録した。ビオン10号でクロッシュとイワシャが打ち上げられ、1992年12月29日から1993年1月7日まで滞在した。クロッシュは地球帰還後に子供を作ることに成功した。 ビオン11号でラパックとマルトックが打ち上げられ、1996年12月24日から1997年1月7日まで滞在した。1月8日にアメリカによって行われた麻酔をかけての生検サンプリングの最中にマルトックは死亡し、ラパックも品種となった。 1959年にも期間直後の麻酔により、猿が死亡しているが、宇宙飛行中や直後の麻酔の投与を禁忌とするかどうかを決定するための追跡調査は行われていない。これ以降、ビオン計画へのアメリカの参加は中止となり、それにより1998年に予定されていたビオン12号の計画もキャンセルとなった。 1969年12月23日、アルゼンチンはオペラシオンナビダードの一環として2段式のリゲル04ロケットを使用して保安を打ち上げた。推定の最高高度は 82km で正常に帰還した。他の情報源では最高高度は 30km、60km、72km としているが、いずれにしても 国際的な宇宙空間の定義である高度1 0 0トルを下回っている。その後、1970年2月1日に X-1 パンサーロケットで同じ種の猿が打ち上げられ、前年よりも高い高度に達したが、パラシュートの故障により失われた。2001年1月9日に打ち上げられた中華人民共和国の宇宙船、新集2号には、再突入モジュール内に、 生命維持システムの試験のためにサルイヌウサギが入れられた。再突入モジュールは同年1月16日に内モンゴル自治区に着陸した。回収されたカプセルの画像は報道機関に公開されず、大気圏再突入に失敗したという推測が広まったが中国政府は否定した。スウェーデン宇宙センターのニュースサイトは匿名からの情報としてパラシュートの誤動作により、 ハードランディングになったと報じた。2013年1月28日、AFP 通信とスカイニュースは、イランがーシュガー,ームロケットで猿を高度1 1 6トルまで打ち上げ、荷物を回収したと報じた。イランのメディアは、打ち上げの日時や場所に関する詳細を報道しなかったが、報じられた内容から、イランの主張に対する疑問が提起された。 報道された飛行前と飛行後の猿の写真は明らかに異なる個体であった。この混乱の原因は2011年にイラン学生通信が公開したアーカイブ写真が混入したためであった。ハーバード大学の天文学者ジョナサン・マクダウェルは彼らはその映像と2013年の打ち上げ成功の映像を混ぜてしまったと語った。2013年12月14日、 AFP 通信と BBC はイランが再び猿を宇宙に送り安全に帰還させたと報じた。2回の打ち上げに使われたのはどちらも赤毛猿で1月に打ち上げられたのがローター部、12月に打ち上げられたのがファーギャムである。研究者はこの猿の子孫に対する宇宙旅行の影響を研究し続けている。ありがとうございます。